続きまして第2部では人気が高まっている ETF について大塚さんにお伺いしますはい。それではご説明させていただきますまず ETF って何っていうところからなんですけれども ETF とはエクスチェンジトレーデッドファンドの頭文字を取ったものになっておりまして取引所で取引される投資信託のことを指します この ETF のポイントとしては2点ございましてポイントの1つ目は株価指数などの特定の指標の動きに連動するように運用管理されているインデックスファンドであるという点そしてポイントの2つ目が取引所に上場されているという点になります株式と同様に取引所に上場しておりまして4桁のコードが付されています立ち合い時間内は株式と同じ方法で売買することができます ETF のメリットといたしまして簡単に分散投資できるという点が挙げられます例えば日経,平均の日経平均に連動している ETF1 銘柄に投資した場合なんですけれどもこちらその意味は日経平均を構成する225社の株式に全部に投資する。 とということができるため個別銘銘柄1柄抑えられるようになっております簡単に言ってしまえば自分の資金を1とした時にその1の資金を1銘柄個別銘柄の1つの銘柄に資金を全部振り分けるのではなくて225社に分散して投資すれば万が一その1社が倒産したとしても自分への資金へのダメージが小さくなるっていった感じのことを考えていただければと思います。 続きまして普通の投資信託とは何が違うかという点なんですけれどもこちら順を追っててご説明させていただきますまず商品ラインナップですが非常場の投資信託ですと約5,000本以上ございますが ETF と ETN ですと220銘柄以上220銘柄程度ございます。 そしていつ取引できるかという点ですが、非常上場の投資信託では証券会社が決める時間内、1日1回の時間となっておりますが、ETF ですとリアルタイムで取引所が開いている立ち合い時間内ではリアルタイムでの取引が可能になっております。そして取引の値段ですが、非常上場の上場投資信託が申し込み時点ではわからない当日の基準価格 によって決められるのですけれども ETF に関しましてはリアルタイムで変動する市場価格でのお取引ができますそして売買の値段についてですが非常上の投資信託が基準価格で購入換金するため、えー、売買の値段決められないんですけれども ETF ですと差し値を通じて自分の好きな値段での注文が可能になっております また信用取引は非常上のの投資信信託がができなないのに対してて ETF は信用取引が可能となっておりますどこで取引できるのという点ですけれども非常場の投資信託が特定の取り扱っている証券会社や銀行であるのに対しまして ETF はどの証券会社さんでもお取り扱いしてもらってしていただいていますのでどこでも取引することができます。 また最後に信託報酬の点ですけれども非上場の投資信託が ETF と比較して少し高額になっているのに対しまして ETF は非上場の投資信託と比較して低額になっておりますまとめますと ETF は売買したいときに売買したい価格でそして自分に適した手段でよりリーズナブルにお取引していただくことが可能になっております まあこのセミナーをご覧になっている方でいいますと、はい、まあ株式取引をやられている方が非常に多いと思うんですけれども板、はい、であったりとかです、ねまあ、日足チャートなんかを見ながら株と同じような形で売買できますから、まあ、非常に分かりやすい商品かといいますね、はい。そうですね、はいはい、続きまして ETF の特徴としてえ低額な取引コストと保有コストを上げることができます。 比較すべき手数料のポイントとして左側に載せておりますが購入時と売却時にかかる手数料は株式と同じ売買手数料になります一方で保有時にかかる手数料が信託報酬といいますがこちらが投資信託と比べて手数料が低い傾向にございます右側に支払い信託報酬の総額を比較したグラフを載せておりますが こちらは1%の信託報酬の場合ですと10万円の信託報酬がかかりますが0.1%の場合1万円の信託報酬が10年間でかかることになりますので1年間ではあまりこう差が大きくないと感じるかもしれないんですけれどもこれを10年間で比較した場合ですと。 9万円の差になりますのでこの差が収益の差に直結することとなります、えー、こちらの信託報酬をぜひ抑えていただきたいと思います続きまして投資単位が少額という点も挙げさせていただきます、えー、と ETF の最低投資金額の分布を左側のグラフに載せております、えー、とこちらは70%以上の銘柄が2万円以下で売買が可能になっておりまして 10万円以下の銘柄ですと全体の95%が10万円以下の銘柄になっております、まあ、あの95%が、まあ、あの10万円以下ということになりますと今画面のこう右側にも出てますけれどもマス酔証券で言いますと1日の薬定代金が、まあ、10万円以下あれば、まあ、0円ということになりますから、まあ、こちらあの毎日毎日です、ねまあ、コスコスと買い集めることで、まあ、手数料を、まあ、こう払わないでですね etf を買い付けることができますね。で、さらにこう信用取引を改正しますと。と、うん、まあ30万円までえっ、ー、と手数料が出るということになりますから、まあ、こちらも利用するとまあ、ほぼ全ての etf がですね。手数料無料で買えるということが言えますね。はい、手数料無料です。と取引しやすいですよね。はい さらに ETF は日本株のほかに外国株や分配金を重視するリートなどあとは短期売買向きのレバレッジ型インバース型そして商品その他の銘柄がたくさんございますのでこちらの値動きの異なる ETF を組み合わせることによって国際分散投資も行うことができます。 ななかなか、ね、あの個別株投資していると、まあ、分散投資ってなかなか難しいところでして、まあ、例えばこう輸出関連企業ばかりに投資していると急な円高等が襲ってきた際にですね、まあ、なかなかこう株価の影響というのは受けてしまうところなんですけれどもちょっと、ね、値動きが違う商品性の ETF を組み合わせることで分散投資ができますし、まあ、しかも少、ね、額から取引できるということになりますから、まあ、あのこういったものをです、ね、組み合わせて持つと非常に面白いかもしれませんね。 でまあ、外国株だったりとかですね、まあ、業種別といったものもありますので、まあ、今お持ちのです、ね、株式のポートフォリオをちょっとこう見てみて、どういったものを組み合わせると、よりこうリスク分散ができるかといったところを考えてみるといいいかもしれませんねはい、今後、こういった e t f って増えていくんですかそうですね えー、こちらには、えー、こちらに出させていただいてますが今2015年の10月末現在で223銘柄が上場しておりますが12月の1日に、えー、と日興アセットマネジメントさんから、えー、上場高配当低ボラという商品がままた新しく出ます、はい、あの今後もこういった感じで出てくるといったところなんですけれども、まあ、こういった情報って東証さんのホームページで確認できるんですよねはいそうですね。 ETF に関するさまざまな情報を日本取引所グループでは提供しております例えば月間の ETF のランキングですとかあと銘柄数そして公式の ETF ETN ガイドブックといった冊子などもご用意しております JPX のトップページから ETF をクリックしていただいてその先にあるレポートをクリックしていただくとさまざまな情報が得ることができますのでぜひご覧ください あの松井証券でもですね、まあ、ETF に関する情報ツールをご用意しておりまして、まあ、ETF 専用の上場投資、ね、非常にこう種類がたくさんあるんですけれども、まあ、初心者でも簡単に選べやすいような画面構成になっておりまして、まあ、こちら、松井証券にあの講座があれば、すべて無料でお使いいただけます。 あの先ほど言ったようにです、ねまあ、日経225だったりとか、まあ、金といった、まあ、非常に個人投資家に人気の ETF もあるんですけれども、まあ、こういった投資対象をです、ね、あの画面内のボタンで選ぶだけでそれに該当する銘柄をこう抽出できますしあの売買代金といった流動性の視点だったりとか、まあ、分配金が多い少ないといったものもこう相当できますので、まあ、こちらとご活用いただいてです、ねまあ、ご興味のある ETF をまあお探していただけるといいと思いますね。 では最後に ETF について大塚さんもう一度まとめていただけますかはい ETF は株と同じように自由に売買できる投資信託となっておりますポイントの一つとしては一般的な投資信託に比べて取引と保有コストが低い傾向にあること二つ目が少額で投資ができることそして最後三つ目が種類が豊富のため分散投資に便利な点が挙げられます はい、えー、第二部では以上となります。第三部ではえっ、ー、とただいま人気沸騰中の ETF 銘柄について具体的にお話しいただきます。